안녕하세요トゥッティトゥーブ입니다ボテです。ということで今日はこちらですね、20ライブウィズユー2022ライトイットアップ4月23、24神戸ワールド記念ホール公演延期に伴う振り替え公演並びに払い戻し方法決定のお知らせです。いやこれもなんかあーっていう感じでもないから、まぁ、ちょっとね、僕のね、正直な感想とかをね、今日話していけたらなと思います。ちょ、結構正直に喋るから、ちょっとマイナスなことも言うからね。ちょっとこれはもうもし20が見てたらどうするんだとかいう声があるかもしれないので、もし20の方が見てたらこっから先は見ないでください。でもそんなめっちゃマイナスなこと言うわけじゃないんだけどね。そんなめっちゃマイナスなこと言うわけじゃないんだけども、ちょっとね、ある程度正直にちょっと言ってこうかなと思います。さすがに本人たちは見てないと思うんだけどね。ということでまずね、読んでいきますね。日頃より20への温かい応援とご支援を賜り誠にありがとうございます。先日延期をご案内いたしました4月23、24神戸ワールド記念ホール公演の振り替え日程並びに会場が決定しましたお知らせしますということで、振り返り日時7月23日の方が10月の4日火曜日、会場が17時半、開演が18時半で、24日日曜日の方が10月5日、会場が17時半、開演が18時半ということで、なので7月23、24の同日だったのが10月4、5の火、水に変更したと。で、会場と開演時間が30分ずつね遅れてますね。で、会場は変わらずに神戸ワールド記念ホールで、チケットも9800円だし、駐車区付き指定席が9300円、まあこの辺は変わらずにということで、振り替え公演は神戸ワールド記念ホール同会場とさせていただきます。お手持ちのチケットはそのまま振り替え公演のチケットになりますので大切にご覧ください。ということで、で、まあその後にね、チケットの払い戻しに関してが書いてあったり、まあそのね、注意事項も書いてあるので、これぜひね見てほしいんですけども、まあ主なことをまとめると、払い戻し期間は7月27日水曜日12時から8月4日木曜日23時59分までですね。これがね、そのウィジューダブル選考、ウィジュー選考、ウィジュモバイル選考、ローソンチケットもチケットピアも E プラスでも、どれもね8月4日23時59分までですね。ただチケットピアと E プラスに関しては7月28日の10時からっていう、まあ、ちょっと払い戻しのスタートの時間がちょっと違いますね。で、払い戻ししない方は普通に何もしなくてよくて、申請した後にその申請の取り押しはできない。で、払い戻し希望の場合は購入枚数すべて払い戻しだから、3枚ね、買って3枚当たったから、でもこの2枚だけね、来れなくなっちゃった人だからとかはできないみたいな。3枚の時はもう3枚ともね、こう払い戻しするしかないってことですね。で、1回払い戻ししたらもうそれは元に戻ってこないし、このね、8月4日までっていう期限を過ぎると、もうその払い戻しもできなくなりますっていう感じのが書いてあります。ということでね、まあ振り返りにって決まって、まあなんかもちろんね、その他のアーティストさんとかだと急遽公演中止とかもあるので、まあ、そういうのと比べたら結構マシというかね、こう延期であるだけでもねありがたいことなんですけども、やっぱこの土日ってところから、これ火水にね変わってる、平日に変わってるので、これちょっとなんか特別な祝日じゃないですよね、これ別に。だからちょっと行けない人が結構出てくるんじゃないかなみたいな。5時半、6時半だとまだね、仕事の人もいるんじゃないかなと思うので、まあもちろん有給とか取ればいいって話でもあるかもしんないけども、ちょっと仕事のことはあんまわかんないんですけど、だから平日だとね、やっぱり来れないね、人も多いんじゃないのかなと思って、ちょっとなんかちょっとっていう、なんか素直に、ああ、よかったよかったってなんかなりきれてない自分がいるみたいなね。まあ正直自分はいろいろ頑張ってね、いろいろ頑張った結果、神戸ね、行けるようになったんですよ、実は。で、まあ僕正直、まあ大学院生なので、まあその平日2日間休むことぐらいね、もう何のこれ式なんですけども。まあだから社会人とかの方のこと考えたら、ちょっとなんか行けない人増えちゃうのかなっていうのは思いましたね。で、あとこれもう一個ね、これちょっとね、もうここ本当にもうそれは言うなよって言われることかもしれないけど、もうあえて言わせてほしい。これ多分結構ね思ってる人いると思うから、あえて言わせてほしいけど、いい、これ言って、これだからなんていうの、その全国ツアーのスタートがコロナとかの影響でちょっとねこう遅れちゃったっていうこと自体はね、もう全然しょうがないし、全然誰も悪くないっていうのはもう前提で分かってるんですけども、これ多分神戸を買った人の、まあ、ほとんどの人が、まあ、もちろん神戸が地元から近いからっていう理由の人も結構多いと思うんですけども、まあその全国ツアーの初日だからっていう理由で神戸をもうこうガーってね狙ってた人が多いんじゃないかなと思って、まあもちろんね僕もその一人で、その神戸がね全国ツアーの初日だからね、こう死に物狂いでね、ちょっとずっとね狙ってたわけなんですよね。だからその初日だった神戸がこう、ティルンって、チルーンってなることで、だから僕正直神戸と愛知に行けたんですけど、神戸が初日で愛知が最終日、まあ最終日の前日とかなんですけど、こうコンポンで、いい布陣取れたって思ったら、チルーンってなって、はぁーってなってるんですよ。
厳しい。いや、明るく、明るく厳しい。全然いいんだよ。全然しょうがない。全然しょうがないし、なんかツイッターでね、その神戸の公演が延期になったってことを娘に伝えたら、なんか娘はなんか嫌な顔一つしないで、まあしょうがないよねって。全然予想できたことだよねっていう、言ったみたいなツイート見て、うわ、すげえな、その娘さんって思ったんですけど、もちろんコロナだからしょうがないし、もう全然何も、誰も責める気はないんですけど、シンプルに、くーってなってるよね。これでちょっと共感してくれる人も出てきてほしい。うん。ちょっとね、なんかみんなね、ツイッター見てるとすごい大人な方が多いから、その気持ち多分グッとこらえてね、いろいろとね、大人な発言をしてる方がね、結構いらっしゃって、いや、すげえなって思うんですけど、これで逆にこれちょっと、あえて俺はこっちの立場でちょっと言わせてもらおうかなっていうね。全然明るいよ。全然明るいけど、クーってはなってるよねっていう、何回言うんだろうね、これ。じゃあまた死に物狂いで福岡探せばいいだろうっていう、まあ次が福岡なんでね。だから今実際初日が福岡になってるのかな。で急遽ね、福岡への旅行というか、とかがちょっとね、きついなって思って、お金的にも時間的にもきついなと思って、ちょっとね、福岡、諦めてるというか、まあなんならちょっとこのこと考えないようにしてるんですけど、これね、ちょっとね、その全国ツアーの初日ってものに行きたかったので、ちょ、死に物狂いでね、その初日神戸を手にしたものとしてはちょっとね、悔しいものがあるというか、誰も責めるつもりないからこそね、ちょっとこのどこに向けていいかわからない、このグーっていう気持ち、これちょっとこの動画で吐かさせてもらったんですけども、同じ気持ちの方がいましたらね、ぜひこの動画見て、まあそうよねっていう共感をね、していただけたらなと思います。まあね、こうやってね、トレカを見たり、クラップクラップのね、MV だったり、ダンスパフォーマンスだったりを見てね、まあ、ちょっと気持ちを落ち着かせて、だからなんならね、その最初に言ったけども、平日だからね、来れなくなっちゃったっていう人の方がね、僕よりももっと悔しいだろうし、それがね、唯一手に入れてた公演とかだったらね、もうさらに悔しかったりすると思うので、まあ、皆さんね、大人な方が多いので、そういう自分の悔しさとかを結構押し殺してね、発言したりね、こう、落ち着かせてる方も多いと思うので、まあこれは別にね、僕的にはこの20のことが好きだから、こそね、ちょっとその悔しさっていうのは別にちょっとどっかでは吐いてもいいんじゃないのかなって思うのでね、なんか我慢しすぎずにね、まあこうやって話せたらなと思います。ということで、まあ何にせよね、この10月4日5日行ける方はね、これぜひね、一緒に盛り上がりましょうということで、エンディング、最後までご視聴ありがとうございました。こんな感じでこのチャンネルは20専門チャンネルとして、20の情報速報、グッズ開封動画、リアクション動画、他にも視聴者さんから募集した作品を紹介する20作品紹介シリーズ、この部屋を20グッズで飾り付ける20部屋制作シリーズ、20の誕生日の日には誕生日おめでとうライブなどなど、20に関するたくさんの動画を上げてますので、ぜひぜひ20の方はチャンネル登録して一緒に20を応援できたらなと思います。ということで、また見てください。ワッピーワッピー。ちょっとそうめん食べたいわ。え、なんかそうめん食べたいわ。